見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。総選挙の火蓋が切られた。今回は野党共闘が初めて成し遂げられ、17選挙区で候補者が一本化された。全国各地で激闘が繰り広げられている、エリア1年11月1日号の記事を紹介。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。今回の総選挙では野党共闘で17の選挙区で候補者が一本化された。また、前回総選挙の投票結果を見ると、野党候補の合計票が当選した与党候補の票を上回る選挙区が6あった。このうち5の選挙区で、今回は野党候補者が一本化された。とはいえ、野党共闘が整っても地元の複雑な事情が絡み一筋縄にはいかない選挙区もある。長年、京都1区は自民と共産の重鎮陣が議席を争ってきた。その一人、衆院議長などの要職を務めた自民の伊吹文明氏が政界を引退。その空席をめぐり自民、維新、共産が三つどもえの戦いを繰り広げる。長年伊吹氏と争った共産の大ベテラン国田圭司氏は、1996年の小選挙区制度導入以降、選挙区では伊吹氏に連敗。比例復活での当選を強いられてきた。今回は事実上の野党共闘で選挙区当選を狙う。しかし、京都では野党間の協力体制の構築は非常に難しい事情がある。一区に限らず京都は共産と自民がしのぎを削ってきた。96年、そこに大局として割って入ったのが民主党、当時、だった。その時、新人として乗り込んだのが現立憲民主の幹事長、福山哲郎氏だ。その時は敗北を喫し、年後の参院選の京都選挙区で当選、現在に至る。実は伊吹氏が引退を表明した後、選挙区を同じくする福山氏が衆院に鞍替えするという噂が地元で飛び交った。結局、その話はなくなったが、ある立憲京都府連関係者はこう胸の内を明かす。中央で野党共闘の旗のもと、共産と選挙区調整をするのは歓迎だが、ここ京都は特殊事情がある。あえて候補者を擁立しないというのがギリギリの決断だ。無敗の男が応援に入る。そんな中、8月にある男が国田事務所を訪問した、無敗の男、と呼ばれる中村喜四郎氏だ。自民出身で保守を辞任する中村氏は今、立憲民主に席を置く、私はオール野党と国田さんの勝利を訴えに来た、と切り出し、ギクシャクする両党間の融和に一役買った。国田陣営の幹部は今回は手応えを感じると語気を強める。